ジャハーンギール、ジャハーンギール、ラテン、文字表記、ニューアド、ジーマ・ハーマド・ジャホンギア、1569年8月31日から1627年10月28日は、ムガル帝国第四代皇帝、ザイイイ、1605年から1627年。父は、ムガル帝国第三代皇帝、アクバル。母は、 ラージュプートのオーバールマルの娘マリアム・サマーニー、ベーグム。本名であるヌールティームファン・マドサリーム、ジャハーン・ギールのうち、ジャハーン・ギールはペルシャ語で、世界を征服するものを意味する。ヌールティーンはアラビア語で、真実の光を意味する。父アクバルとは、生前に対立しており、1605年に、父が死ぬと定位についた。ジャハン・ギールは、一般に、 病弱で自だらの気質があった、無能な君主とみなされている。これは1611年、ミールザー・ギア・スベグ、損傷イティマード・ウッタウラの娘、後のヌール・ジハーンとの結婚により、ヌール・ジャハーンとその兄アーサフ・ハーン、ムムターズ・マハルの父が皇帝に代わり、政治を取り仕切ったとされることからである。しかしこの問題については現在研究者の間でも、議論されている点であり、 まだ結論は出ていない。晩年はミコラの間で、定位継承をめぐる争いがあり、最終的に勝利したシャージャハーンが1628年に、定位を手にすることができた。1569年8月31日、ジャハーン・ギールことサリームは、ムガル帝国の皇帝、アクバルの息子として、アジュメールで生まれた。母は、ラージュプートのヒマリアム・ザマーニー・ベグムである。 サリームの誕生に関しては以下の権威があった。アクバルは娘しかおらず、後継者たる男子が生まれないことを悩んでいた。1568年、アクバルはアジュメールを向かう途中でファテープルシーリーに訪れた際、その地の聖者、サリームチシティと面会した。アクバルはサリームチシティに自身の悩みを打ち明けた。すると、サリームチシティはアクバルに対し、 寵愛している日が後継者を生むだろうとし、さらには三人の男子にも恵まれるだろうと予言した。すると、その予言通りに翌1569年アクバルの日マリアムウザマーニーに男子が生まれた。その出産は聖者の住居の近くで行われ、これはアクバルなりの感謝の念を意味していたという。アクバルは大変。喜び、聖者の霊力の証としてこの男子に。 聖者の名を取って、サリームと名を付けた。また、その後には二人の弟ムラードとダーニアールも、誕生した。サリームはハーレムにおける人気者であり、ママ母のサリーマスルターンベーグムと祖母のハミーダ・バーヌー、ベーグムには可愛がられていた。サリームは、父アクバルから、幼少から甘やかすことはなく、育てられ、アクバル自ら監督して育てられた。 アクバルは自身の息子らを心から愛していたが、子供が成長するにつれてその口調は荒々しくなり、しばしば手を挙げることもあった、と歴史カーブルハズルは語っている。12歳になると、アクバルによって実地における軍の指揮、行政を経験させられた。サリームは文武両道であることを証明したが、父親と仲違いし、青年期から両者の関係は悪かった。 その複雑な関係はに描かれたムガル絵画からも、伺え、歴史家、フランシス・ロビンソンは、アクバルのような偉大な父親を持った息子の立場は、生優しいものではなかったと考えられると述べてる。サリームの他に二人の弟ムラードとダーニアールが、いたが、彼らは創生するか病気で倒れ、残ったのは長男であるサリームだけだった。そのため、 サリームはアクバルにとっての唯一の後継者とも言える存在であったが、その体は飲酒癖とアヘン中毒により蝕まれていた。フランシス・ロビンソンはこのことが原因で公然と反抗したのだと推測している。1600年、サリームはアフガン人の族長がベンガル地方で起こした反乱を鎮圧するようにアクバルに命じられた。サリームは気ままな暮らしをしていた。 アラーハーバードにとどまっていたかった、サリームはここで反逆の世をあらわにし、拒兵した。1601年5月、サリームは3万の騎兵を率いて、アーグラへと進軍した。しかし、この時はアクバルが軍を引き上げるように命令を出し、サリームは本拠地のアラーハーバードを引き上げた。1602年、サリームは金曜礼拝のふとで、自身の名のなでとないさ。 そればかりか皇帝として、自身の名の刻まれた効果を鋳造し、その見本を父に送りつけた。帝国の高官らは、自身の身を案じて厳しい処罰を求め、アクバルは迷った末に、自身の友人であったアブルファズルをデカンから、サリームの本拠アラーハーバードへと派遣した。サリームは、アブルファズルの派遣が意味する影響力の行使を理解していたので、自身の家臣で、 オールチャー王国の王子たるビールシングにアブルファズルが自身の国を通過した際に殺害いるようにと命じた。この命令は実行され、8月にアブルファズルはアラーハーバードに向かう際に殺害された。アブルファズルの死を知ったアクバルは怒り狂い、3日間居室に閉じこもるほどのショックを受けた。アクバルはまたビールシングを捕らえてくるように命じたが、時期肯定たる。 サリームの恨みを買いたくなかったため、誰もその命令を実行しようとしなかった。結局、アクバルはサリームのアブルファズル殺害を許した。その後、提出の女性たちがサリームとアクバルの関係を取り持とうとし、祖母、ハミーダとママハハサリーマが尽力した。後者はアラーハーバードにまで赴き、1604年にサリームの説得に当たった。その頃、 サリームは自身の息子、フスローをアクバル死後の皇帝とする動きが表面化しているのを見て逆に脅威を感じていた。サリームはここに来てようやくママ母サリーマの説得に応じ、帝都アーグライと帰還した。サリームは宮廷に顔を出すや、稲やアクバルに平手打ちを喰らわせられた。それからサリームは医師の監督下に置かれ、部下は投獄された。この時、 サリームの弟、ダーニアールも、またアルコール中毒で今日明日を知れぬ状態であった。その後すぐ、アクバルの健康が崩れ、その容態も、悪化の一途をたどった。フスローの支持者であるアクバルの入兄弟ミールザー、アジーズ効果やラージプートの有力者、マンシングマーンシングは諦めていなかった。彼らはサリームは君主にふさわしくなく、フスローを君主とすべきだと主張した。 だが、大多数の貴族らは、反対し、貴族の一人が、その提案は、チャガタイの法と、監修、モンゴルの相続方法のこと。ムガル帝国も、モンゴルの流れを組む王朝で、ティムールとチャガタイを始祖と仰いでいたに反すると述べ、その結果、フスローの支持者は敗北した。1605年10月21日、口も聞けぬほどに、病状の悪化したアクバルはサリームを、 後継者に指名し、準備させていたターバンと服を着付けさせた。アクバルとサリームの関係は改善されたが、アクバルは後に次第に健康を崩し、10月25日に、テートデリーで死亡してしまった。アクバルの死から3日後、10月28日に、息子のサリームが帝位を戦し、新たなムガル帝国の皇帝となった。アクバルの死を受けて、位を継承したジャハン・ギールは、 父の宗教的に寛容な政策を引き継ぎ、ハント拡張に努めて皇帝圏の前世紀を演出した。父アクバルと同様にカトリックに関心を抱き、さらにはヨーガの行者に帰還もしていた。即位後すぐ、彼は自分の名前サリームがオスマン帝国の皇帝セリム一世やセリム二世と同じであったことに気づき、世界の支配者を意味するジャハーン・ギールを名乗った。 ジャハンギールの知性は、父ミカド、アクバルの知性を引き継いだため、帝国は、その繁栄が続き、文化が栄えた。彼自身も、伝記、トゥーズキ・ジャハンギーリーを記している。また、ジャハンギールは、アクバルの宗教関容政策を受け継ぎ、ヒンドゥー教など他の宗教をも尊重し、ヒンドゥー教徒が神聖とする、牛の屠殺を禁じている。だが、 1606年、ジャハーン・ギールは、長男・フスローが反乱を起こした際、彼が北西方面に向かう途中に支援したとして、宿教の第五代教主、グル・アルジュンを処刑している、ホスローは盲目に入れた。外交面では、主にサファビー朝とウズベク、そしてオスマン帝国と外交を交わしていた。その他にも、 ポルトガルのみならず、イギリス東インド会社のムガル帝国内での活動を許可した。ヨーロッパ諸国は、当時ムガル帝国の征服をもくろんでいたが、強大な軍事力を持つムガル帝国の前に断念した。これが実現するのは、ムガル帝国が衰退し、イギリスがヒンドゥー地方勢力をも制圧する巨大勢力に成長する19世紀をまとめばならなかった。 ジャハン・ギールの知性は、ニールザー・ギアースベーグなど、イラン系の人々が官僚として、宮廷で活躍した時代でもあった。16世紀から17世紀、ムガル帝国とサファビー朝のカンダハールをめぐる争いを除けば、インドとイランの関係は概ね有効で、ムガル帝国やデカンするターン・アサでは、官僚として雇用された。ムガル帝国は、サファビー朝の十数倍の人口を持ち、 首都デリーを中心に栄え、宮廷の公用語がペルシア語で、宗教的にも寛容であり、彼らにとっては最高の士官先だった。ミールザー・ギアースベグは、その代表的な人物であり、彼はアクバルの時代に家族を連れて、インドに移住してきた人物である。アクバルは彼を帝国の執事に取り立て、次のジャハーン・ギールも彼を徴用し、1610年にリティマード・ウッタウラ。 国家の柱の名を与え、最小に任命した。また、1611年に、ジャハーン・ギールはその娘、ヌール・ジャハーンと結婚し、皇帝のサンラン・フル・ラムは、ヌール・ジャハーンの弟アーサフ、ハーンの娘、ムムターズ・マハルと結婚した。このように、イラン系の人々の中には、イティマードを売った裏のように帝国の国政を担い、 提出とコイン関係を持つようになるものも現れた。ジャハンギールの知性、ラージャスターン方面では、領土は拡大したが、デカンの領土に関しては、北西方面の両方で減少が見られた。ジャハンギール自身は、父、アクバル同様に征服に関しては情熱を持っていた。ラージュプートの名ワール王国は、父、アクバルの時代から長期にわたる争いがあり、特に、 プラタープシングの抵抗には長く苦しめられた。結局、アクバルの知性にメイワール王国が服属することはなかった。帝国と海洋交易をのほとんどを担っていたクジャラート西部を結ぶ通称路はメイワール王国を横切る形で存在しており、メイワール王国は自ら通行税率を決めるばかりか、いつでも封鎖できるようにしていた。ジャハンギールは服属しない。 名はある王国に対して、即位後すぐに、次男パルビーズ率いる軍勢を派遣した。だが、この遠征は、失敗に終わったため、1608年と1609年の二度に、渡る、遠征軍を派遣した。これらの遠征は、皇帝の三男フルタムによって行われ、二度目の遠征は不守備であったが、三度目の遠征は成功した。プラタープシングの息子アマルシングは、 遠征軍による王国中の略奪に疲弊し、1614年2月になってようやく帝国に服属した。ジャハーン・ギールは、父アクバルが占領したチットオルガル城を破壊されたままであることを条件に返却し、名はある王国の反独立を認めた。ジャハーン・ギールは、回顧録にこのことを誇らしげに語っている。これにより、ラージャスターン全域が、 帝国の支配下に入った。以降、メーワール王国は、孫、アウラングゼーブの地位性まで、帝国の忠実な同盟者であり続けた。デカンでは、アフマドナガル王国が、アクバル時代の攻撃で弱体化して存続していたが、同国の最小で、武将マリークアンバルが王国の復興に尽力していた。 マリク・アンバルはアビシニア人の奴隷であったが自身の敵対者を一掃した後国家と軍の再編を行っていた。1607年から1608年にかけてマリク・アンバルは戦力の分散していた帝国軍に攻撃を仕掛けアフマドナガルやベラールといったアクバルがアフマドナガル王国から征服した領土のほとんどを脱した。なお、この時彼は マラーター兵も組織していた。当初、ジャハンギールはアマルシングを送り出したが、作戦は成功しそうになかったのでパルビーズを援軍として派遣したものの、やはり作戦は失敗した。南北から攻撃する作戦に出たものの、連携不足で失敗した。これに対し、1616 16年にジャハンギールはフッラムをデカンに派遣した。 1617年にマリク・アンバルと領土分割の協定を結び、フル・ラムはアフマド・ナガル城を受けた後、150万ルピーの賠償金を得た。しかし、1620年にマリク・アンバルはこの協定を破り、再びムガル帝国との戦争を行い、1626年5月、彼が死ぬまでにアフマド・ナガル王国の給料の大半を回復した。 ジャハンギールはその地勢の間、マリクアンバルへの対応に追われていた。北西方面では、1605年のジャハンギールの即位頃から、サファビー町のアッパース一世が、両王朝の係争地であるアフガニスタンのカンダハールを狙っていた。1595年にこの地は、アクバルの地勢に帝国領となっていたが、依然として、サファビー町が狙っていた。 1607年、奪還を図っていたアッパース一世は、カンダハールに攻撃を仕掛けたが、帝国軍の総督が有能であったため、なんとか持ちこたえることができた。アッパース一世は奪還失敗後、ジャハン・ギールに対して、自身の承諾なく、攻撃が行われたと弁明、義憤にかられふりをした。ジャハン・ギールはこれに納得したため、両国の北西方面におけるそのまま関係は、 継続されただが、1620年以降、アッパース一世は、カンダハールを占領しようと試みるようになった。その当時、帝国の宮廷における内部対立はイランにももたらされており、カンダハールの防衛が緩んでいたことを見透かされていた。その当時帝国軍はデカンに展開していたが、ジャハーン・ギールはイスファハーンにまで進軍できる。 大規模な軍勢を編成できると思い込んでおり、息子、フッダムに軍を指揮させようとした。だが、フッダムは遠征中に、ジャハーン・ギールが死亡した場合、弟、シャフリアールが大いにつけられることを恐れ、ウキの間はインドに留まりその後出発すると言った。走行している間に、サファビー朝が軍を整え、1621年にカンダ・ハールを攻撃し、奪還に成功した。 アッパース一世は、ジャハーン・ギールに対し、厚かましいまでの手紙を書き送った。ジャハーン・ギールは、カンダ・ハールを奪還しようと試み、これを機に第一次ムガル・サファビー戦争が勃発したが、その知性に、カンダ・ハールが奪還されることはなかった。しかし、戦術したように、カンダ・ハールをめぐる争いを除けば、ムガル帝国とサファビー朝の関係はとても友好的で、あった。 ジャハーン・ギールは、アッパース・一世から、特大のルビーなど、多数の贈答品を送られており、ムガル宮廷画家のアブル・ハサンが描いたミニアチュールには、彼ら二人が抱き合うものまである。とはいえ、ジャハーン・ギールとアッパース・一世は、実際に会ったことはない。1610年頃から、ジャハーン・ギールは病気の発作を起こすようになり、ムガル帝国の国政は、最小イティマードをッった裏や、 皇帝のヒヌール・ジャハーン、その弟アーサフ・ハーンに握られていた。1612年、最初イティマード・ウッタウラが死ぬと、ヒヌール・ジャハーンが事実上の皇帝のように振る舞うようになり、その戦王が目立った。ジャハーン・ギールは彼女を徴用し、皇帝の直令には、彼女の名も記され、その名を刻んだ効果を中造させた。このように帝国の国政は乱れ、 ジャハーン・ギールの長男・フスロー、次男のパルビーズ、三男のフラム、四男のシャフリアールの間で、定刑賞をめぐる争いが発生した。1619年、ヌール・ジャハーンは、先父、シェイル・アフガーン・ハーン、1605年に、死亡との間の娘を、シャフリアールに嫁がせ、他の巫女は、後継者の地位を危うくされたと思い、宮廷に緊張が走った。 1620年、アフマドナガル王国の武将マリクアンバルが帝国に戦争を起こすと、フラムにその制圧が命じられたが、彼は盲目の兄、ホスローを引き渡さなければ、デカンに出陣しないと主張した。結局、フラムはホスローを伴ってデカンに出陣し、1621年に彼が戦いに勝利した後、1622年1月に、 スローを殺害した。だが、1622年、サファビー朝がカンダハールを占領すると、シャフリアールに、その奪還の命令が下され、同時にフラムの領地の時代の一部が彼に与えられる、ことになった。フラムはこれに対して、反乱を起こしたが、帝国の派遣した武将マハーバトハーンの軍に敗れ、デカンに留まることを要求された。その間、 1626年10月18日に、パルビーズが死亡し、後位継承者はフッダムとシャフリアールの二人となった。そして、1627年10月28日、皇帝、ジャハーン・ギールがカシミールから、パンジャーブのラホールへ向かう途中死亡した。そして、フラムとシャフリアールの後継者争いが始まった。アーサフ・ハーンはフッダムの支持を表明し、 マハーバトハーンも支持した、姉のヌールジャハーンを幽閉し、フスローの息子ダーワルバフシュをクグツの皇帝とし、シャフリアールの軍を破り、彼を捕らえた。その後、デカンに行ったフラムにもこの知らせが届き、彼はアーサフハーンにダーワルバフシュラホカのミコラの捕獲を命じ、デカンからアーグラに戻った。フラムはデカンから帰還した後、1 6 2八年一月十九日に、 ダムは、リザー・バハードルという人物をラホールへ送り、アーサフ・ハーンは、ダーワル・バフシュとその弟、グルシャスプを引き渡しうとした。こうして、同月23日フル・ダムは、シャフリアール、ダーワル・バフシュとその弟、グルシャスプ、オジターニャールの息子二人ら五人をデリーで処刑した。そして、翌24日フル・ダムは、世界の皇帝を意味する、シャージャハーンを名乗り、 2月14日アグラで定位を占した。一方、ヌール・ジャハーンは、年額20万ルピーの年金を受け取って、ラホールで年金生活を送り、1645年12月12日に死亡した。ペルシア文化の伝統を引き継ぐムガル皇帝たちは、武芸のみならず、文化、芸術保護をも行う君主を理想としていた。ジャハーン・ギールも文化保護を行い、 とりわけ絵画に熱心であった。父アクバルと同様に、羊、信仰を問わず様々な画家を招き、彼らによってヒンドゥー文化とイスラーム文化が融合した非常に緻密なムガルミニアチュールが成立した。このムガル細密画は西洋美術の影響も多大に受けていることが特徴である。この他にも、ウルド語を用いた。 文芸活動もこの頃から宮廷で流行し始めた。歴代の多くのムガル皇帝たちは文人であることから、後代には自身もウルドゥー氏を制作する皇帝も登場した。計30人、計7人、他6人の娘、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。